肉柔らか。脂身も美味しいの。そして、ご飯も美味しいし、玉ねぎも。じゃあ、今日作っていくのは 20% 引きのお肉。これと玉ねぎを使って、シャビアリンステーキのおつまみ丼バージョンを作っていきます。玉ねぎをみじん切りにして、このお肉に格子状に、裏表、切れ込みを入れて入れてください。それでお皿で1時間ぐらい放置。まずはそこまでやっていきます。玉ねぎ上と下の部分落として、おっとっとっと、指は落とさないように注意。そしたら、断面の部分をつまんで、上から下にピーって引っ張ると、きれいに皮がむけます。きれいに、むけるむける。ほう、こっちからむけやすい。こんな風にして全面むいていきます。玉ねぎ半分にしたら、芯の部分を取り出します。こっちも取り出す。よっとっとっと。あとはこれをみじん切りにしていきたいんで、全部は切らずにトントンやっていきます。間隔が少し空いちゃっても、まあ後でどうにかするから大丈夫。トントンやって、粗みじんにして、で、こっからザクザクやっていけばみじん切りになります。丸々1個の玉ねぎを、みじん切りにしたやつを大きめのお皿の中に入れてってください。おお、柔らかいお肉を用意して、反対側、このに切れない程度の切れ込みを格子状に入れてってください。だいたいお肉の厚さが 1.3 ミリぐらいあるので、0.4 ミリぐらい入れる感じかな。格子状に表と裏面両方入れていきます。こんな風になれば OK。 こんな風に裏も入れます。ほほほほほ。こんなんかな。適当で大丈夫。だいたい。まな板は用済みになったんで、処理しました。処理っていうか、後始末しました。で、ここにダイブさせて、上にこう持ってあげてください。こうやってね。この状態で放置して、玉ねぎの酵素を染み込ませてもいいんですけど、それだとお肉がパサパサになってしまうので、砂糖を大さじ2分の1上からかけてあげます。2分の1もいらないか。4分の1ぐらいかな。塩をかけると余計な水分が抜けるんですけど、砂糖をかけることによって余計な水分が、じゃな、適度に水分が肉の中に残るようになります。よかったら試してください。これでラップをして大体1時間放置。じゃあ、肉をようやく焼き出します。放置した肉はこんな感じ。特に見た目は変わってないけど、触った感じ肉は柔らかくなってますね。これ、お皿の中の玉ねぎをまず全部入れちゃいましょう。玉ねぎの色が変わってくるまで、当たった。ひれらを使って炒めていきます。色が変わるまで時間がかかるんで割愛します。こんな風に全体的に色が変わってきたら、次は肉を入れちゃいましょう。フライパンに直接肉があんまり触れないように、玉ねぎを集めます。これでこの上に肉をのせる。お皿に余ってた玉ねぎも入れちゃいましょう。
このままだいたい中火で3分ぐらい放置してください。そしたらまた片面をひっくり返して焼いていきます。片面3分焼いたのでひっくり返しましょう。うっはい、もう片面を1分でいいかな、1分焼いて丼に乗せます。火を止めてカットしていきましょう。いい匂いがしてめちゃくちゃ食欲をそそりますね。どうなってるかな。お、めちゃくちゃ柔らかい。ヘラで押さえながらいきましょうか。お、切りやすいし柔らか。なにこれ、箸でもそのまま切れそうなぐらい柔らかいですね。ちなみに中は、お、いい感じにミディアムレアって感じかな。こんな感じ。丼によそっていきましょう。ご飯の上に香ばしく焼いた玉ねぎを入れて、いいですね。で、あとは牛乳に焼いたお肉を入れたら完成です。あとはここにマヨネーズとわさびと醤油を溶いて作ったソースをかけて、めちゃくちゃうまそう。ヤリヤリンステーキだか何ステーキだかよく名前わかんないけど、いただきます。おお、肉柔らか、脂身も美味しいな。そしてご飯も美味しいし、玉ねぎもめちゃくちゃシャクシャクです。よかったら皆さんも作ってみてください。チャンネル登録、高評価ありがとう。バイバイ。